今日は餃子の皮にホタテです。解凍バージョンです。ホタテを解凍したので水気を切ります。そしてちょっと大きめみじん切りにします。鶏ガラです。一つまみ。塩です。一つまみ。生姜です。一盛り。レモンです。入れます。こねます。あ、いい匂いしてきた。あれ、この餃子の皮硬いね。外側だけをつまむように。2個目。見ていきましょう。ちょっと押し付けておくのが餃子のコツです。ちょっと蓋が開いちゃうね。これはい、3分。せーの。ちょっとうまくポジションダメね。よいしょ。こんなもん。ちょっと焦げましたかね。
いただきます。ホタテ餃子、うん、エビ餃子のホタテ版、そりゃそうか。この前のタラ餃子より美味しい。多分バターを入れなかったからいいんだな今回。ってことはタラもバター入れなかったら美味しかったのかな。そんな気がします。うん、めっちゃジューシー。かも粗挽きホタテ。ちなみに多分ホタテは練れないと思う。うん、なんか磯の香りがして美味しい。お箱にならずに済んだ。これはいけるな。エビ餃子って今度ノーマルにやりたいね。ごちそうさまでした。